はい、住んで埼玉です。本日は、住まい相談住んでにあるあったよというプロフィールを入力いただいて、そのプロフィールに合った物件をご紹介するというサービスを運営してまして、今回動画で答えてみようというところでやってみたいと思います。で、今回の相談者さんのお名前はトミーさん。女性で20代後半ですと。今お子さんが一人いらっしゃると。で、埼玉新都心の賃貸、月11万円の賃貸に住んでいますと。で、勤務地が田町駅と麹町駅で、購入のご予算としては5000万台で、購入希望時期としては半年以上先、もうちょっと先かなと。で、希望のエリアは子育てしやすい環境っていうのと、あと新百合ヶ丘駅にアクセスしやすいというのをポイントにされているようです。で、3LDK 希望と。買うなら新築、中古問わずマンション。で、今まで内見した回数としては1から3回。で、家選びのポイントとしては間取り、採光、立地、周辺環境。で、災害のリスクというところです。で、自由記述で書いていただいてるのが、今住んでいる埼玉新都心の街並みや子育て環境に満足していますと。ただし、新都シティなどのマンションの価格や間取り面で購入に踏み切れませんと。実家が新百合ヶ丘と大宮にあるので、アクセスしやすい場所だとありがたいですと。で、個人的な希望としては天井の高さが高いほど魅力的だと思っているというところでございます。そうですね。こういう質問いただいたときに、僕が考えることとしては、今住んでいる環境を気に入っていらっしゃるのであれば、今の住んでいる場所の近くで探し切ることをお勧めします。理由はもうお子さんもいらっしゃって、おそらく保育園等にも入れてらっしゃる可能性があるので、まあできればその環境を変えずに購入できることっていうのが、まあベストなんじゃないかなと思っています。ちなみに埼玉新都心であれば、北与野駅までも歩けて、そこから新宿駅までも約30分程度。で、新百合までもプラス20分とかなんで、まあドアドア1時間ぐらいで今実家に通えるようなエリアだと思うんですね。大宮も近いんで、まあ許容範囲ではあるんじゃないかなっていうようなところ。で、ただし、そのご実家への距離を気にされるっていうところなんですが、であればやっぱりそっちの方向、新百合とか小田急の方で、まあ探すのが、まあ5000万台あれば全然物件は出てくると思うので、ただ駅近で新築がいいとかなるとなかなか難しいとは思うんですけれども、なんでアドバイスとしては、今の住んでいる場所の近くで検討されたらどうかということを言いたいです。で、新都シティも魅力ではあるっていう話なんで、まあ金額と間取りがちょっと購入に踏み切れない理由だとは思うんですけれども、まあ正直、新都市でうちも仲介を2件やらせていただいてますけれども、本当にめちゃくちゃおすすめできるマンション。で、金額も当然新築時より高くなってるんだけれども、まあそれはその価値が認められているということなので、まあある種ポジティブなことかなと。で、この数ヶ月でも新都心の中古6000万オーバーでの制約っていうのがポツポツ出ていますし、まあ相場はそこまで崩れないんじゃないかな今後もって僕は読んでいます。まあなんでアドバイスは、もしですね、ご予算今5000万台って話なんですけれども、まあ6000万ちょっと超えるようなことも、検討できるのであれば、検討されたら良いんじゃないかなとも思っています。まあこれはちょっと予算のところなんで押し付けはできないんですけれども、まあ、正直、新都シティの価値っていうのは、まあ、まだまだ評価されきってない。あの駅地下、かつ大型商業施設もある、飲食店も充実している。で、北与野までも歩けるようなところの総合力で言うと、まあ、めちゃくちゃ強いなと思っていて、新都シティは正直間違いないマンションの一つかなというふうに思っています。で、個人的な希望としては天井の高さがっていうところはあったんですけれども、これはですね、内見してみないと何とも言えないところなんで、まあ見て見てっていうところですかね。で、その上でですね、アクセスも踏まえて、このご予算であればっていうところでおすすめしやすいのは、戸田公園とかは検討されて良いかなと思います。まあただ、ハザードもチェックが入ってるんで、まあそこがどこまで、こう絶対に川沿いは避けたいという思いなのか、それとも浸水の最大の高さが、まあ10メートルとかだと、まあ3階以上であれば基本的には室内の浸水の可能性というのは極めて低いので、まあ3階以上であればマンションでもいいかっていうのであれば検討されてもいいかなと。まあ多分、総合的に5000万台っていうところなんで、まあ5000万台ないし5000万前半ないし5000万切るぐらい。
とかで考えると、まあ、グランシンフォニアとか、まあ、戸田公園の、まあ、築10年程度の、こう、マンション、駅の徒歩9分以内のマンションとかは、かなりお勧めしやすいかな、というふうに思っています。埼京線沿いの、例えば、そうですね、昨日も僕物件見てて、あったのが、北戸田駅徒歩10分の、サンクレイドル北戸田4980万。とかは、部屋も広々としてルーフバルコニーもあって、あれなんかも良かったですね。あそこは芦原小学校っていう、かなり埼玉県内の先進的な教育とその校舎で人気のあるところもあるので、まあ埼京線沿いでも、まあ5000万台ないし5000万前後でもめちゃくちゃいい物件多いなっていう印象はあります。あとは南与野の駅前にあるサザンシティだったりとか、そういうのも5380万で今住友不動産確か預かって売っていると思うので、そこら辺もありかなと。まあ、ただ南与野に関しては、まあ、こう、駅の目の前にスーパーがあって、ドラッグストアとかもあって、たりはするんですけれども、まあ、逆に言うとそれぐらいしかないので、その駅前に何を求めるかによっても、こう違うかなと。まあ、戸田公園はですね、飲食店もめちゃくちゃ多いし、住んでてすっごい楽しいと思うので、まあ、しかも、赤羽までも快速だったら1駅で、ほんと5、6分 ?6 分7分ぐらいで着いちゃうんで、新宿までもうほんと20分。だから新百合までもプラス20分ちょっとって考えると、ドアドアで50分切るぐらいで着いちゃうので、アクセスで言うと戸田公園っていうのはめちゃくちゃ良いかな。だって大宮までもね、快速で武蔵浦で大宮行けるので、まあ、15分程度で行けるので、まあ、両実家のバランスを考えると戸田公園っていうのが最適解な気もする。で、一方で5000万台で、ですね、浦和駅の徒歩10分圏のマンションっていうのも、まあ、築年数が古いものであれば、全然行けます。5000万台、まあ、5000万後半になっちゃうかもしれないけど、全然行けるんで、もし予算が5000万ギリギリ6000万ぐらいまで見れるようであれば、浦和駅の西口、東口だったら結構ポロポロあるので、西口もチャレンジできるかなっていう感じですね。浦和駅の場合は、まあ、多分ご存知の通りで、湘南新宿ラインが止まるんで、新宿まで1本で行けるっていうのはこれは大きいですよね。埼玉新都心だと新宿行くのに赤羽で乗り換えないといけないんで、そこが大きな違いであるので、5000万後半まで見れるのであれば、浦和なんかも結構ターゲットになるかなと。いうふうに思います。まあ、一方で小田急のその新百合の方に行っちゃうと大宮が遠いから、その大宮は別に遠くてもいいのかな、であれば新百合の方で、そっちの方で探せばいいとは思うんですけれども、ただ僕ちょっと小田急の物件価格の相場そんな見てないんで、まあ、ちょっと半日ももらえれば徹底的に勉強してお答えはできるんですけれども、その完全に新百合の方によるっていう選択が、そのどのぐらい現実味があるのかをぜひお知らせいただいて、まあ、やっぱり埼玉がいいと、要するに大宮と新百合の間っこぐらいがいい、まあ、すなわち浦和とか戸田とかそこら辺がいいっていうのであれば、そこであれば僕強み持ってるので、まあ、もっとアドバイスできるかなっていう感じはあります。で、一方で、まあ、お子さんいらっしゃるっていう話なんで、保育園の問題とか、まあ、そこら辺は僕そんな詳しくないので、まあ、埼玉市内とか戸田であれば、もう補活に精通しているメンターさんめちゃくちゃ多いんで、まあ、もしよかったら僕ら仲介部と、住んでのメンターさんを、とお客様の3社でチーム組ませていただいて、僕からは不動産のプロとしてのアドバイスをする、メンターさんから補活とか生活のアドバイスをする、で、お客様が最終的に決めるっていうような形で、チーム組んで家探してもできますので、概要欄に住んでチームスのリンクも置いておきますので、よかったらご相談ください。で、もし、ズームでもうちょっと話したいとか、そういうのであれば、ズームの、リンクも置いておきますので、よかったら使ってください。それで以上です。